日本は戦力を持たずに北朝鮮にお金をあげろと三菱 UFJ リサーチコンサルティング出身の経済学者森永拓郎氏は疑念的非武装国家実現を夢見ていると思うテレビ出演がお好きのようで方々に現れ露学的発言をものしてうわあごとした顎の噛み合わせ具合を確かめているようだおとといの出演からすっとん強さを森永卓郎 もう戦力は持たない日本が世界中に経済援助して日本っていい国だなっていう風にすれば攻めてくる国はほとんどなくなると思いますよ。田茂上敏夫それは青臭いと思いますよ。室井柚月私は森永さんよりもっと強烈だもん。やられてもやられてもやめてくださいって言ってる方がいいんじゃないかって笑う。 森永拓郎、偉い。拍手。田神上敏夫、いや、それは。室井柚月、私は、日本人として、そういうことを誇りにしたい。クリスマスもお正月も、何でもやって、ゆるい感じで。やられてもやられても、もうやらないでください、っていうのがいい。平和ボケとはこのことか。北朝鮮からすればいいかもではないか。 北朝鮮は、かもった金で、さらに核武装邁進するだろうに。あまりにも非現実的な提案をするのは、世界歴史から学んでいないからか。スタジオの雰囲気が平和ボケした連中に支配される中、しっかりと、防衛の知識を持つ玉摩上敏夫氏の意見が、唯一の救いとなっている。とりわけ、森永氏は、自分の感覚で物事を判断しすぎだ。 そもそも外国人は国防交渉損得では日本人とは全く違う歴史と感覚を持っており世界のならず者になった印象音ともなれば話し合いが通じない野犬と考えた方がいいちょっと餌をあげたからといって懐柔できるようになるかといえばそうではないのだ大体いい世界に経済援助をばらまくほど日本に余裕があるわけではなく 森永氏の提案は、あまりにもお花ばかな妄想と言わざるを得ない。だいぶ前のものだが、現実離れした有名人のような森永卓郎、つい自民党第二浜港の対決を掲げよう。どこからこのような、無責任かつ頓摩な発言が出せるのか北朝鮮でも中国でもロシアでも、日本に攻めてきたときに、どうやって守るのか聞いてんだよ。 攻めてきたら竹槍で戦うんですよ。竹槍で戦うデコスケ